はいどうも、プロジェクトリトルリンダの鏡ミラです。皆さん、世の中には自主規制っていう言葉があるのは知っていますか？そう、いわゆるピーヨンと呼ばれるものですよね。もしかしたらあれもこれも規制って世界がいずれ来るかもしれないんですよ。そこでなんと今日は、自分が知ってる物語に自主規制をかけたら物語通りに映像が浮かぶのかを検証していきたいと思います。そこで今回使う物語がこちら、ででん、桃太郎でございます。今からこの桃太郎に自主規制を嫌というほどかけていきたいと思います。プロジェクトリトルリンド。桃太郎、昔々あるところにとさんが住んでいました。さんは山へに、おばは川へに行きました。さんは川でをしているとこうと大きなが流れてきました。おや、これはいいになるわ。おさんは大きなを拾い上げて家に持ち帰りました。そしてさんとおさんがを食べようとを切ってみると、なんと中から元気のいいが飛び出してきました。これはきっと神様がくださったに違いない。子供のいなかったさんとおさんは大喜びです。から生まれたおさんとおさんは太郎と名付けました。太郎はすくすく育って、やがて強いになりました。そしてある日、太郎が言いました。僕に言って悪い鬼をします。おさんにを作ってもらうと、鬼ヶ島へ出かけていきました。旅の途中で犬に出会いました。太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼に行くんだ。それではお腰につけたを一つくださいな。しますよ。はをもらい、太郎のなりました。そして今度は犬に出会いました。太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼に行くんだ。それではお腰につけた一つくださいな。しますよ。そして今度は鬼に出会いました。太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼に行くんだ。それではを一つくださいな。しますよ。こうして鬼の仲間を手に入れた太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。鬼ヶ島では鬼が近くの村から盗んだ宝物やご馳走を並べて真っ最中です。みんな抜かれるのよ。それかかれは鬼のお尻に噛みつき、は鬼のお尻に引っかきはくちばしで鬼のお尻につきました。そして太郎もを振り回して大暴れです。とうとう鬼の親分が、まいったまいった、小さんだ、助けてくれと手をついてました。太郎とお尻とくちは鬼から取り上げた宝物を車に積んで元気よくに帰りました。さんとおばさんは太郎の鬼な姿を見て大喜びです。そして3人は宝物のおかげでとさ、おしまい。いや、わからん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。